29日午後6時50分から放送される音楽番組ミュージックステーション秋の3時間スペシャルのタイムテーブルが同日公式 X で発表された。人気グループ BE:FIRST のファンが予想外の内容に驚き歓喜した。同番組はジャニーズと競合する男性グループの出演が少ないと指摘されることが多かった。今月開かれたジャニーズ事務所の会見でも同内容が指摘されるなどしたが、テレビ朝日の社長は26日の定例会見で出演の経緯は無関係と主張している。同日発表されたタイムテーブルによると、 BE:FIRST は午後8、9時に単独で2曲歌うほか、ディズニー SP ステージという企画でも歌を披露する。経緯の真相はどうあれ、 BE:FIRST が計3曲披露する演出をファンは素直に歓迎。ネット上では泣いちゃいます、 BE:FIRST出るなら久しぶりに M 捨てみます、嬉しすぎる、メドレーかと思いきやちゃんと別枠になってるなどの歓喜の声が溢れた。また渦中のジャニーズ事務所からはセクシーゾーンだけが出演、企画含めて2曲披露する、